吉田さん、心まで自粛するなっていいじゃないですか。はい。それで他の方にもそうあっていただきたいんですよ。逆に言うとですね、自粛中外出するなって言われて外出せずにできることがたくさんあるような、そういうふうなね、自分でいなければならないっていうことなんですよ。うん。なんかね、何かの手法を塞がれた時に別の手法をきちんと自分で編み出していける、選択肢を閉ざされた時に新しい選択肢を自分で作っていけるっていうのが今の時代、もう過去から始まったんですけども、そうですね、西暦2000年あたりから求められるスキルだったわけですよ。それをですね、昔のことをその余力で継続してやっていくっていうものに乗っかった人っていうのは今回かなり苦しいんではないかなと思うんですよ。今までね、いろんな時代の転換点がありました。例えば今撮ってるのはデジカメなんですけども、デジカメとかね、こうやってムービーを撮る前の時代っていうのは多分ね、8ミリだったと思うんですよ。で、8ミリっていうのはなかなかね、手に入れるのが難しかったり、再生がちょっとね、制限があったりとか、今絶滅したと思うんですよね。で、VHS とかベータとかもほとんどないわけなんですよね。そういうことを考えていくと、私たちはあらゆるいろんなもののね、時代の転換点に自分も転換していかないといけないんですよ。で、その転換点っていうのは必ず訪れるのが萎縮と自粛なんですよ。新しいものが入ってきたから、それに手を出せずに、なんとなく今までの経験とか、それからね、実績をもとに延命することはできるんですよ。でも長続きしないんですよね。ポケベル会社で倒産しないように一生懸命頑張ってた人、今どうなってますかと。PHS を持ってたけども頑張ってね、PHS を頑張って使ってた人、今どうなってますかと。固定電話で行くんだ、そんなね、携帯電話みたいなものに毒されずに行くんだって方、社会の中ですっごくね、もう生きにくくなってるはずなんですよ。もう要するに、全体に動いてる方向に結局ついていかないといけないんだったら、全体が動く方に自分も向けていかないといけないんですよね。じゃあ今回の例で言うと、テレワークってものが出てるじゃないですか。自分の業界はテレワークではもう本当にね、ダメなんだっていうのは確かにあると思います。確かにあるんですけども、業界のその一部分はテレワークにできるはずなんですよ。だそこに自分は新しい部門を作ってそっちに行くとかね、することもできるんですよ。で、私は介護所やってます。介護所やってるんで、実際車椅子を押したりね、それから、訪問介護に行ったりとか、施設で、正式とか正式で拭くっていうやつなんですけど、拭いたりとかね、それから、お手洗いとか、お風呂の援助、食事の援助、これは実際に現場に行かないとできないんですよ。現場に行かないとできないんですけども、でもこれをどうやってテレワークにするかっていう方法はやっぱり編み出せるんですよ。例えばですね、こういうことなんですよ。食事、利用者さんへの食事はどういうふうに作っているのかってことをビデオに撮って、それを在宅で介護をしてらっしゃる、家族で介護をしてらっしゃる方に届けることができますよね。それからオペレーションですよね。こういうふうな車椅子を押したりとか、病院に通院したりとかっていうのを少ない人数でより多くの場所に、被ることなくね、そして簡単なく、隙間なく、時間の無駄なく、オペレーションする人を送って、その人送った人がどこに行ったら次の仕事にすぐにね、直結するのかっていう風なオペレーションを組むことっていうのはやっぱりテレワークでできるわけなんですよ。システムでできるわけなんですよ。そして伝達方法を全てのね、介護従事者とかに、なんですか、 LINE グループとかで送るとかっていうこともできますし、私が常に感じたのはね、訪問介護してる時に常に感じたのは、渋滞情報をシェアしたらどんなにいいだろうかってことなんですよ。渋滞情報です。私のね、行動範囲ってのは広かったんで、やっぱり渋滞にはまると利用者さんに行くその時間に間に合わなかったりしてたんですよ。で、そういう時に私は、あっち行ったりこっち行ったりなんだりしてる時に、今どこどこ線は渋滞なんでこっちの道に行ったらいいんではないでしょうかって情報を投げることによって、他の方がね、抜け道はここですよってのをお知らせいただいて、やっぱ間に合うみたいなこともできると思うんですよね。そういう風な形で、やっぱり私たちはまだまだね、その IT の使い方を全然知らないと。特に、いや自分の業界はそういうの無理なんだよって言ってる方こそ、やっぱりね、こう改革しなければならないんですよ。それをしていくのが今のね、この自粛の間なんですよね。自粛してる間って行動の自粛はありますけども、発想の自粛は全くする必要がないんですよ。吉田さんが言われた通りです。で、できることを最大限やるっていう意味では、もう元々ね、こういった通販をしてる方、インターネットでビジネスをしてる方っていうのは、それが唯一できることですから、それをどん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 やっていけばいいんですよ。で、Zoom のライブとか、私もね、YouTube のライブやってますけども、YouTube のライブは面白い現象が起きてきて、YouTube ライブボンと始めた時は視聴者さんっていうのはゼロなんですよ。で、5分、10分喋ってても1、2なんですよ。でもね、20分ほど話してると、なんかね、20人ぐらいになるんですよね。要するに、アクティブである、その今ね、動画でライブで届けてるメッセージに、今、多くの方は、すごく飢えてるんですよ。これがどういうことかっていうと、世の中は今コロナ一色で、テレビを見ても同じようなニュースが朝の9時から12時から夕方から夜から深夜から同じネタをやってるんですよ。で、その同じネタに対してそれぞれ出てくるコメンテーターさんがいろんな意見を言うってことなんですけども、大体同じ意見なんですよ。スポンサーさんに支配されてますから。で、そういう時に、じゃあテレビ放送に似てるけどもテレビ放送じゃないものは何かなって言ったら、この YouTube ライブだったりするわけですよね。じゃあ YouTube ライブで稼働してるものがポンとね、
更新通知で現れたら、ちょっと見てみようかなって方がいらっしゃるんですよ。ね、そちらの方に私たちは今リーチできるんですよね。ですんで、あの、YouTube ライブされたことない方も、この機会にするっていう、一歩前に出ていただきたいと思いますし、その YouTube ライブっていうのは、ただ単に動画でライブをするってものではないんですよ。未知の人に出会う旅なんですよね。で、多くの方が未知の人に今出会えてないです。いや、知った人にも出会えてないです。だから YouTube ライブっていうのは、未知の人にね、出会うために、絶対活用していただきたいツールなんですよね。で、最後になりますけども、一つね、当たり前のありがたさっていうのをちょっとお話しさせていただきます。これは前回の吉谷さんの動画を見て私もね、思い出したんですけども、当たり前のように会社に通ってましたよね。で、上司や部下にストレスを感じてましたよね。で、ある人は今、出社できない状態です。その時に、あ、普段会社に行ったことって当たり前じゃないんだと。会社に行かなくなってよかったんだけども、なんか物足りないぞとかね。あの上司はどういうふうにここでは考えるかなと。あの後輩はどういうふうな暮らしを送ってるかなって気になることがあるかもしれませんね。で、もしかしたらこの状態が続くと、あれほどね、いやいや通ってた会社に、愛おしさとかね、感じるかもしれないんですよ。そうなんですよね。私たちはやっぱり、出会った人と何かをするしかないんですよ。そういう意味で、今までね、出会った人を大切にできただろうかってことを感じていただきたいですし、あとは、待ちに待ったね、在宅ですよ。家の中にいていいよ、と。出勤が本当に億劫だった。家に帰ってくることが本当にね、なかなか難しくって、帰ってきた時はぐったり家で休んでいた。ね、愛する家族にもなかなか会えなかったじゃないですか。でも今どうですか？家族と一緒にいることがストレスになってませんか？奥さん、旦那さんが家にいることってストレスに感じてませんか？それは一体どういうあなたの気持ちの持ちようなんでしょうか？人を排除したいのか、それとも人に癒されたいのか、私はね、心について深く考える時期が今来たんじゃないかと思います。いや、もっと言ったらですね、もっと前から考えなければならなかったんですよ。おそらく2010年ぐらいから、もっと言ったら2005年ぐらいから、人は心の時代に入ったのに、目の前の忙しさにかまけて心をね、置き去りにしてしまったんじゃないかなと思うんですよ。今でこそ目の前にいる人をどこまで愛せるのか、目の前の人をどこまでね、許せるのかってことに挑戦する時期だと思うんですよ。そうすることによって、今度はね、本当の意味でこの閉塞感が解けた時に、心の豊かな方がね、この世の中に出てきて、これまでの資本主義経済から心の経済が始まるんじゃないかな、心の世界が始まるんじゃないかなと思うんですよ。癒してあげたりとかね、励ましてあげたりとか、いたわってあげたり、そんな人が価値を得るとかね、地位を得るような、そんな時代になってくるような気がしてならないんですけど、皆さんいかがお感じでしょうか。それでは本日は以上です。